今回はシルクフラワーの花束の作り方と飾り方をご紹介します。シルクフラワーアレンジメントとは、シルクフラワーとは生花にはない芸術性、機能性を兼ね備えた造花のことです。絹ではなく主にポリエステルなどからできています。生花やドライフラワーと並んでフラワーアレンジメントをする際の大切な素材です。シルクフラワーは長く楽しめるのが特徴で、陰影や質感を楽しむことができるアレンジメントです。今回はカインズホーム店頭でも実際に販売しているものを使用して、手軽にできる花束の作り方とその飾り方をご紹介します。用意するもの、シルクフラワー各種、ワイヤー、フローラルテープ、ミゼットカッター、花器、ペンチ、ステップ1、シルクフラワーの花束の作り方と飾り方、その1、まず花器を決めます。お部屋のどこに飾るのか、飾る場所をイメージしておきましょう。玄関の下駄箱上、リビングの飾り棚、ダイニングテーブルの上など、置きたい場所に合わせて器を選ぶといいでしょう。器が決まったら花を選びましょう。花束はメインとなる花と小花、そして添えるグリーン葉物で構成すると綺麗に仕上がりますよ。花器にもよりますが、基本的な組み合わせはこの4種です。花器に合わせてメインを多くしたり小花を多くしたりするとボリュームが出ます。ステップ2、シルクフラワーの花束の作り方と飾り方、その2、使う花を束ねましょう。この時手で持つところがワイヤーを縛って留めるところになります。花の位置が動かないようにしっかりと固定して手で持ちます。利き手で花を取り、反対の手で一本ずつ束ねていきましょう。それぞれの花が重ならないように高さを変えながら束ねていきます。留めた部分をワイヤーで固定します。この時花の位置がずれないようにくれぐれも気をつけましょう。フローラルテープを巻きつけていきます。フローラルテープは引き伸ばすと粘着が生まれる特殊なテープです。花束をよりしっかりと固定することができますよ。この時ワイヤーを隠すように巻いていきましょう。ステップ3、シルクフラワーの花束の作り方と飾り方、その3、カットしていきましょう。使う花器の高さによって花束の長さを調節します。カットには専用のミゼットカッターが適していますが、ニッパーでも大丈夫ですよ。花の高さを調節したら花器に入れていきます。入れた後に再度花の位置を整えましょう。完成です。飾る器によってさまざまな表情を楽しめますよ。綺麗なお花を長く楽しめるシルクフラワーアレンジメント、あなたならどんなアレンジを楽しみますか？